メラーノは、イタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州、ボルツァーノ自治県にある、人口約4万1人の基礎自治体。県とボルツァーノに次ぎ、県内、第2位のコムーネ人口を有する都市である。かつて、オーストリアからイタリアに割上された南チロールの町で、ある、温泉保養地として知られる、ボルツァーノ自治県西部のコムーネ、ブルグラビアート地方の中心都市である。 県とボルツァーノから北西へ、約2 5トル、州とトレントから北へ、約6 6トルの距離にある。市内をアディジェ川が流れる。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。ボルツァーノ、南チロル自治県チズメラーノには、以下の分離集落がある。ボルツァーノ自治県が設けた、行政区画コムニタコンデンスリールでは、ブルグラビアーとブルクグラーフェンアムトに属し、 その中心地である。2011年に行われた住民がドイツ語、イタリア語、ラディン語のいずれの言語集団に属するかの調査によれば、ドイツ語とイタリア語話者が約50%ずつでほぼきっ抗している。1983年にカヌースラローム世界選手権が行われた。1997年以降、フィギュアスケートの国際大会であるメラーの坂が、 毎年開催されている。また、イタリアフィギュアスケート選手権もしばしば開催される。ありがとうございます。